サザン航空242便墜落事故は1977年4月4日にアメリカ・ジョージア州で発生した航空事故である。アメリカの国内線航空会社でもあるサザン航空が運航する定期便242便が飛行中に悪天候に巻き込まれて全てのエンジンが停止し不時着を試みるも失敗して大破炎上した。 事故機の N1335 ユーロサンゼルス国際空港にてパイロットは飛行ルートに沿って雷雲が広がり竜巻発生の可能性もあるという気象情報を受け取っていたが飛行可能と判断して豪雨の中を離陸した受け取った気象情報は実際は最新のものではなく天候はすでに悪化していた離陸して間もなく大きな雷雲に遭遇するが 迂回せずに、機体の気象レーダーで切れ目を見つけ、そこを飛行する判断をした。実際は、レーダーの減衰により、切れ目のようになっていただけで、最も嵐が激しいポイントであった。中に入ると突然暴風雨と大型の氷が機体を襲い、氷により、ウィンドシールドに、ひびが入り始めていた。直進は諦め、迂回ルートを取るが、 間もなく機内の電力が落ちるというトラブルに見舞われる。しかし電力はすぐ復活した。アトランタの侵入管制から1万5000フィートへの上昇を指示されたため、水力を上げて上昇しようとした。するとまもなく1番エンジンが停止、続いて2番エンジンも停止した。補助動力装置により電力は回復するが、エンジンの再始動は成功せず、 エンジン停止のまま緊急着陸を余儀なくされた。東に20マイルのところにある設備の整ったドビンス空軍予備役基地への着陸を進められたが5000フィートを切るまでに降下していたため最も近い空港を要求北に15マイルで滑走路が短いカータースビル空港に変更した。間もなくカータースビルまでもたどり着けないと判断した副操縦士は ジョージア州、ニューホープという町にある、幹線道92号線を滑走路代わりにして、緊急着陸を試みた。不時着後の事故機の軌道タッチダウンはうまくいったが、道路の直線距離が短かった上、道路沿いには、電柱や道路標識など障害物が多かったため、大きくバウンドし、ガソリンスタンドや、食料品店などの建物を巻き込んで炎上し、大破した。 結果、機長副操縦士を含む乗員乗客の62人と地上にいた8人が死亡した。その後、さらに乗客と地上の各1人が死亡し死者は計72人となった。なお、生存者は22人だった。事故機の尾翼。国家安全運輸委員会による事故調査の報告によると、事故につながった2機のエンジン停止は、 激しい雷雲の中を通過したことが原因としている。豪雨による大量の水がエンジン内に侵入し、ブリードバルブを氷が詰まらせ、パイロットがスラストレバーを動かしたことにより激しいサージング、ストールが起き、その結果コンプレッサーブレードが破壊されてエンジンが停止したと推測している。一時的に起きた停電については、 豪雨によりエンジン出力が下がったことにより発電ができなくなったためとした。他の事故原因としては航空会社が最新の気象情報をパイロットに提供できなかったこと、パイロットが機体の気象レーダーを信頼しすぎたことなどが挙げられている。連邦航空局の航空交通管制システムの制限がパイロットへのリアルタイムの気象情報の提供を妨げたともしている。 トラブル発生後から墜落までパイロットは乗客や客室乗務員に対して何の説明も行うことができなかった。しかし客室乗務員が率先して緊急時の説明を行い窓の外に木々が見えた時には緊急着陸姿勢を取るように乗客に叫んだ。これが22人の生存者に寄与したと言われている。エンジン停止直後実際には 墜落地点のやや手前にコーネリアスムーアフィールドという1200メートルの短い滑走路を持つ小さな飛行場があったが管制官は管轄外だったこともありその存在を知らなかった。これを知って憤慨した生存者もいた。NTSB は気象レーダーの描画性能を改良する要勧告。エンジンにサージングが起こった場合にはスラストレバーを絞り、 サージングを抑制することが重要であると再確認された。サザン航空は1979年ノースセントラルエアラインズと合併してリパブリック航空となったが1986年にノースウエスト航空と合併した。その後ノースウエスト航空は2008年にデルタ航空と合併し消滅した。TBS 世界衝撃映像100連発。 ありがとうございます。